全壊壊ががが3棟半が4棟棟半4一部損1255に及んでいますただ停電が続いている自治体では職員が被災者への対応に追われて手が回らず県に被害状況の調査報告ができていません最終的な被害状況は大幅に増える見込みです